チキンカツって何の肉でしたっけ？え？いやそれチキンないから決まってるやん。ニワトリの肉やね。ニワトリ？チキン。福岡九州の世相を切る福岡県民のためのニュースサイト福岡県民新聞にこのような記事が掲載されました。県内26歳看護師ちょめちょめ接種後4日目に死亡。厚労省は4月9日2月17日から4月4日までに流行り甘いちょめちょめ1,096,698回接種中副反応疑いが350件、そのうちアナフィラキシーが79例評価したことを公表した。また接種後の死亡として報告された6人の事例について詳細を報告。うち4件が出血性脳卒中、くも膜下出血、脳内出血、溺死1件、急性心不全1件で、いずれも現時点でちょめちょめ接種の因果関係は評価できないとしている。死亡として報告された事例について、予防接種開始2021年2月17日から前回の審議会までに集計された3月24日までに副反応疑い報告において死亡として報告された事例は2件あった。今回の審議会4月4日時点47日間までに死亡として報告された事例は6件、報告された死因は出血性脳卒中4件、急性心不全1件、溺死1件であった。こちらが亡くなったとされる6名の方、ほとんどが60代から70代で、その中に20代の女性が1人、この方が看護師だったそうです。そのうち26歳看護師が福岡県内の公立病院勤務だったことが分かった。医療従事者から優先して始まったちょめちょめ接種、もちろん強制ではないが、同看護師は流行り甘い病棟勤務のため3月19日に書類に同意した上で接種後、アナフィラキシーショックはなかったという。経過観察では異常は見られなかったが、その後23日の夜勤に出勤してこなかったため、職場から家族に連絡があり、アパートで死亡した状態で発見され、死因はくも膜下出血と診断された。同僚にとって突然の死は悲しく、ショッキングな出来事だったが、前述の厚労省の報告には、看護師という職業が明記されない上、ちょめちょめ接種の因果関係は評価できないとされていることから、不信感が広がっているようだ。専門家の話では、直接的な副反応とは言えないが、ちょめちょめ接種後の様々な不快な症状が原因で、血圧が上昇したことにより、血管の破綻が生じた可能性も考えられるとのことだ。厚労省は、流行り甘いちょめちょめ接種の有無によらず、出血性脳卒中による死亡が毎年一定数報告されていることや、ちょめちょめ接種によるメリットがリスクを上回ることから、現時点では引き続き注視していくとの立場である。しかし日本より接種数がはるかに多い英国では、100万回接種あたりの死亡報告件数が 26.2 件と高いことが分かっており、今後も増える可能性が考えられる。また昨年1月以降、国内で20代女性が流行り病感染症で死亡した例がない一方、ちょめちょめ接種後に死亡したという事実は重く受け止めなければならない。高齢者優先で始まったちょめちょめ接種だが、ちょめちょめ推奨学者の中には若者や子供までという意見もある。確かに接種の判断は難しいが、接種の判断はあくまで本人、保護者の意思である。国や自治体は副反応の危険だけではなく、今回のような因果関係が認められない死亡事例等の情報も十分に提供した上で勧奨するべきだ。国内外の死亡例の報告状況について、今回の審議会4月4日時点47日間までに死亡として報告された事例は6件、
100万人接種あたり 6.6 件、100万回接種あたり 5.5 件であった。こちら日本、米国、英国は非常に多いです。まあ、いずれにしましても、このちょめちょめがどういうものなのか、再度概要欄に URL を貼っておきますので確認しておきましょう。